おはようございます。おはようございます。いきますか。何いきますか。行きますか。唐突ですね、随分ね。いきますかって何で。今日も行きますか。また行くの、どっか、はい、これ行かないとならもう始まんないから。そうですね。やめせえな。とりあえずジャンプしますか。行きますよ。はい、千堂役所でございます。さあ、今日はですね、なんとこちらに来ましたよ。こちら FM 山形さんに来ております。 FM 山形さん、ね、まあ、どういうことかと言いますと、私どもの戸沢村を PR する企画らしいんです。で、私はこの船下りを PR するお仕事が入ってまいりました。まあね、つまりまあ電波ジャックってことですよ。電波ジャック。それでは皆さん楽しみにしてきてくださいね。ね、ちゃんとついてきてくださいよ。電波ジャック行ってきます。ゴー。で、はい、ちょっとよろしく頼むぞ。はい、わかりました。ってからではどうぞみたいな感じでやらせてください。はい、ではスタジオによろしくお願いします。はい、お願いします。山下さん、本当にやってるんですか。今もうこっち戻ってきたの。あ、そうですか。はい、もともとは、はい、最初の場所内観光株式会社山下徹さんです。よろしくお願いいたします。はい。で、このご挨拶なんですね。このね、ご挨拶、私のいつも、先導役者でございますって入ってきてます。大丈夫ですか。あ、大丈夫です、はい。はい。ありがとうございます。徹さんね、ノロさんじゃなくてね。ノロは芸名ですよ、これね。これ芸名なんです。受験名用の、これも作ったんです。そこカフェだノロって言ってます。ノロ、あ、で、どっちも大丈夫です。あ、どっちがいいですか。いや、本名でいいです。トールで。はい。そう、芸名はこちらでやつ。あら、似顔なんじゃないですか。あ、そうですか。これ、俺持ってんのが難しいから、じゃないですか。そうですよね。大変ですよね、YouTube っていうのも。本当に。これも、人ごとですから、私、これで出てますけども。本当ですか。あ、やってもらってもいいですか。全部編集してもらってもいいですか。スタッフはちゃんといるからね。そうですね。それはそうです。私も喋ってるだけですから。はい、今週のウェーブ4山形、そしてマジブラでは特別企画として県内の1市町村をフューチャーし、その魅力や最新情報をお伝えする山形県トピックス、ヤマトピをお送りしています。今週フューチャーしているのは最上川舟下りの里、最上郡戸沢村です。今回のヤマトピラストは山形の母なる川、最上川を楽しむ最上川舟下りの話題です。お話を伺いするのは最上町芭蕉ライン観光株式会社山下徹さんです。よろしくお願いします。先導役者でございます。かっこいい。いやいや、どうも山下さん、急にスイッチが入りました。入りますよ。先導役者、役者でございます。役者やりながらね、先導やっておりますので。はい、先導やりながら役者って言ってたもん。二刀流です。大谷さん。さすが、隣の県ですからね。ありがとうございます。はい、さあ、ということで早速でございますが、最上川芭蕉ライン船下りでございますがね、はい、まあ、僕はね、かみさんと1回、2回ぐらい、はい、ありがとうございます。あると思うんですけど、ね、はい、まあ、季節ね、どんな時期でも、ね、いろいろ楽しめると思うんですが、ね、今の時期っていうのはどうなんですか。そうですね、桜の季節も終わりまして、巨人の花の季節も終わりました。で、新緑の季節から今度、晩緑の季節へと入っていくわけですよね。でもこれ、ガイドが大変なんですよ。そうですか。ねえ、だって緑しかねえんだから。なんか言うな、その緑。俺が3ヶ月すごいぐらいですよ、これ。これは困るのよ。だから、そういう時は、見てください、この緑ってやりとり終点まで10回しててんだから、これ。これしかねえんだから、それの。これしかないところをさ、盛り上げる
っていう話術はぜひね、はい、夏に聞いてもらいたいなって感じますよね。いやー、やっぱりこうね、大きく深呼吸なんかしてみたいからしますけどね。気持ちいいですよ、うん、さて、僕には場所ない船下りなんですけども、うん、これ山形の収入、まあ、船による産業新鮮にちょっと教えてもらっていいですか。はい、ですね、昔からね、やっぱり青蘇、青蘇なんていうのは高級で織物の繊維になったものでございますけども、あと米織、米織といいますのは米沢織物で、お米、そしてね、忘れちゃいけないのは山形県の花でございます。紅花、今が旬でございますけど、紅花なんてはね、当時金の10倍したそうでございます。いや、そんな感じ、高価なものなんですね。そうなんですよね、染め物の赤のね、染料は紅花から取ってたし、何よりお化粧ですよ、この口紅の紅のね、大変高価なものだったんです。なるほど、はい、まあそういうものを運んで発展したというふうなね、そういう歴史があるということなんですが、はい、さて、この最上川芭蕉ライン船下りなんですけどね、はい、ものすごい大変なことになってますね。いや、本当にね、それで団体旅行のね、皆様も来てませんから、観光バスが来てません。で、あと山形県っていうのはインバウンドの方がものすごい来られてるんですよ、本来。海外の方が。海外の方が。ね、だから台湾の方がものすごい喜んで来るんですよ。うん、その、ね、台湾の方がもうストップしちゃってますから。はい。これはもう、ね、大変な被害が出てますけども、うん。でもね、一応ね、県内の学生さん、学生さんもね、修学旅行で使っていただいてるのよ、一応。ありがとうございます。通常だと他県の方に行くっていう場合があるんですが、多いですよね。ね、自分の県の、はい、ね、中でっていうことで。そうです。今までそういう風なお客さんっていや、ちょっと少なかったと思います。やっぱね、他県に行くのは怖いということなんでしょうかね。なるほど。でもね、ちょうどいい機会ですよ。本当に地元をね、地元の、あ、こういう歴史があるんだ、こういう文化が入ってきておりますよね。ちょっと勉強、ね、勉強もついに。そうですね。うん、大人になってからね、やっぱ山形出身って言ってね、船下りで出てくると思うんですよ。その時にね、説明できたってね。ですから今こういうタイミングでね、地元を知るっていうのはいい機会かもしれませんね。そうですよね。もうやりがいもあるんですか。やりがいもありますよ。でもね、実際はね、あれを聞いてますか、いや、なことだネガティブですね。私なんかもう船で飴配ってんだから聞いてくださいよってね。飴くだい、飴をね、配れば大体大丈夫ですか。大丈夫でしょ。みんな一気にこっちに向きますからね。二人して噛んだかって、ね、これ今 YouTube も撮ってまして、すいません、ありがとうございます。この模様も赤裸々に流れるわけですね。ありがとうございます。よろしいでしょうか、アッキーさん。大丈夫ですよ。ガチャガチャコレクターのアッキーさんでございます。ワキワキワッキー、ありがとうございます。あ、そういう挨拶があるんです。ありがとうございます。そうなんですよね、1週間に1回ペースでね、はい、一応更新する予定ではいるんですけども、YouTube やってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。いや、今結構ね、やっぱそういう風な動画をいっぱい作って、はい、使ってからもね、その動画を活用しながらっていう感じでしょうね。いや、とても面白い方なんですけど、でもね、ここまで感じると若干芸人さんしか見えないんですよね。そうなんです。はい、ですので、はい、ちょっと知っていただいたんで、ええ、船下りって実際に歌っていただくことできますかね。お、全然構いません。船歌か。船歌です。最上川船下りって歌じゃないですもんね。船歌です、ね、船歌でございます。これよろしいですか。いいですか。全然。もう今ハンタッチしてますんで、はい、全然歌いますよ、はい、うん、なかなかこういうスタジオで歌うのもなかなかないでしょうから、うん、これなんか手拍子がなくて、お祝いのためにね、手拍子は合いません。あ、なるほど。パタラパタラ叩かれますと船頭は歌いづらくてたまりませんので、これ我慢してだけ聞いていただきます。はい、よろしくお願いします。それでは、はい、それではよろしくお願いいたします。はい、最上川船下りでございます。よー、やこらまだせい。ブラボー、ありがとうございました。いや、失礼いたしました。いや船頭さんでした。あれ、船頭ですよ。自宅、そしてオフィスで聞いてる方はね、ラジオを聞きながら船下りの雰囲気楽しめるなんて、なんと贅沢な時間だったんでしょう。ありがとうございます。いや、ちょっとうるさくなかったですか。いや、よかったです。よかったです。はい、ありがとうございます。もう一回聞きたいです。もういいですさてね、まあ
緑しかないって言ってましたけど、先導の頃素敵な歌を聴いたので、やっぱりね、120倍、いや200倍以上楽しいってね、なるんじゃないかなと思いますけどね。はい、これ改めてですが、最上川の芭蕉ライン、船下りの楽しみ方って教えてもらっていいですか？そうですね、あのね、先ほどの緑の話をしますけど、やっぱりもちろん景色ですよ。景色。で、あとやっぱ船頭がね、やっぱりここで違うガイドしてますんで、うん、喋ることも全部違いますんでね。あ、そうなんですね。私のはもう癖強いですけど。ね、何人ぐらい出してるんですか、船頭？大体もう15、16人いらっしゃるかな、今。うん、パートさんも含めまして。はい。ね、ベテランの船頭さん、あの、名前のきつい方もいらっしゃいますし。ね、何言ってるか分かんないけど終わっちゃうっていう。なるほど、山形県知も分かんないけど。そうですね。そういう方もいらっしゃいますので、ぜひね、うん、あの風感じに来てください。そうですね。最高に気持ちいい時ですよ。なかなかね、外出っていうのも制限されてる方、風感じるだけでも全然違いますからね。全然違うと思います、ね。まあコロナ対策もバッチリされてるということでございますので、はい、それではですね、予約お問い合わせをお願いいたします。はい、電話番号が0233-72-2001 最上峡芭蕉ライン観光のホームページをね、あのリンクしていただきますと出てきますので。ありました。はい、ぜひあの山科さんね、山科徹さんは、はい、徹さんで出てる。私ね、実は芸名持ってまして、名前が違う。名前違います。今日はね、あの山科ノロという芸名でやっております。徹、はい、さんもホームページに載ってるの。載ってます。あの、徹として載ってますけどもね。徹さん。ノロに関しては、あのウィキペディアの方出てます。山科ノロ。じゃあちょっとぐちゃぐちゃになりますけど、まとめますけど、山科徹で、はい、ちょっとだと。はい、そうです、はい。よろしくお願いします。よろしく、すいません。はい。で、リスナーの皆さん、一言なんですけど、ここから式の話してもらったんですよね。わかりました。はい、じゃあ、さあそれでは山下さん、はい、最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。はい、このコロナ禍でね、皆さんも大変ね、あの苦しい思いしております。私どもの船下りもね、本来はこの時期ですと60分の船下りが、それなりの50分なんです。途中の水上コンビニというのは今やっておりませんのでね、早くね、日常が戻ってきて、皆さんがまたワイワイ騒げるようなね、世の中になってくれたらいいなと思ってやっております。で、今ですね、あの先ほど言っていただきましたけども、YouTube の方も、はい、ちょっといろんなことを試していかなきゃいけないなということで、はい、ちょっと手広くやっておりますので、皆さんぜひ、ね、チャンネル登録していただければと思います。よろしく頼むぞ。あとですね、せっかく今日こういう、ね、まず場所に呼んでいただきましたので、はい、実はですね、私どもからのプレゼント、皆様にプレゼントがあるということで。嬉しいですね。はい、実はあの私にもあの人型流しというね、式紙があるんですよ。はい、式紙。これをね、あの受付で、船頭役者と言っていただいた方にプレゼントしようと思います。うん、はい、あ、そうです。こう人形流しっていうのは自分のちょっと悪い部分をこさせていただいて流すという作業をする。まあ人形というか人型ですね。人型。人の形をした。はいはい。はい。髪をね。髪をね。はい。はい、そこで、よっ船頭役者と。ありがとうございます。よって言ってほしいですね。まあいいですね。うん。もらえると。はい。わかりました。プレゼントいたしますので、ぜひね、皆さん足運んでください。こうやって船頭さんとお話しする機会もなかったんで、貴重な時間ありがとうございました。面白いかったんで、またぜひ来てください。あ、いいですか。いつでも暇なんで来ますよ。暇なんだから、ね、来ますから。来ました。はい、ありがとうございました。どうもないです。ありがとうございます。はい、県内の1市町村を特にフューチャーします。あ、そうです。はい、山形トピックスですか。山形県、はい、わかりました。はい、県内の1市町村を特にフィーチャーする山形トピックス、山トピ、戸沢村編、お話をお伺いしたのはですね、こちら、最上川芭蕉ライン船下りの船頭さんです。山科徹さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。また来てね。また来てじゃん、おかしい。来てるな、だな。いいんですよ、ね、いいの。あ、OK。よろしくお願いします。ノリがこういうノリなんですか。
はい、ぜひ、最後に一応言ってもいいですか。こちらのチャンネルでございますが、はい、面白い船頭さんたくさんいるみたいなので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、コメントの方にね、僕の URL の方にはい、もちろん、もちろんお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、こっちも頑張ってます。はい、ワッキーさんでございました。はい、ではよろしく頼むぞ。山形の皆さん、どうもありがとうございました。マジブラ聞いてね、全国から来てます。はい、ラッキーちゃん、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.